はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。グランプリやっていきましょう。大会、準決ですね。やります。頑張ります。猫ちゃんか、どんな可愛い猫ちゃんかな。てか向こうカードにいた短期なさくらって2014でもいたよね。いた記憶あるな、短期なさくらちゃん。オレンジだ。まあもう不調でなったら速攻変えます。何いたでしょう。何いた。4番で4番でいきます。これでいきましょう。ピッチャー来たぜ、エース。いやまあね、ただ75までね、あの監督采配ポイントだっけが全然届いてないんで、力を発揮できないかもですけど、頑張ってもらいます。いいメンツだね、向こうもね。OK。 で、前回の、グランプリの動画の時にはね、早送り倍速化をずっとやり続けてて、得点圏にランナーいる時に当倍忘れてるよというコメントをいただきました。はい、ありがとうございます。忘れてました。で、まあその忘れてる理由としては、広島の企画の時に最終的にほぼ当倍速でやり通してるんですよね。まあちょっとその癖が抜けなくて、でまあ今段階でグランプリはそのイニング数も少ないし、うん、イニング数が増えるまでは、基本倍速で得点圏にランナーいた場合に当倍速、それでやっていこうと思います。できるだけ忘れずにやっていきます。ちょっと待って、153キロも出るの山口って、すごいね。うん、ストライクゾーン入るのかな、入って、よし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 。頑張れ、あっち。いや、よかった。ランナー出られたらね、めんどくさいからね、タク走ってくるだろうし。よしよしよし。直球。直球。あっち。スロースターター持ちか。3イニングだったらほとんど力発揮できず終わっちゃうよね。勝負していけ、頑張れ。ナイバッチ当倍。バッターランナーは二塁まで進みます。勝負していけ。これが初球、引っ張った。これはどう、三遊間抜ける。どうすかな、高知県使おうか。さらにピン、こちら拳、ここでお任せにしよっか。さあ初球は何か、初球いいところに決まりました。これは まあね、山口の力を引き出せないことはもう分かってはいるから、空振り三振、ここは投げ勝ち。ナイフチェース。ね、全くわからんな。コンパクトでいきますか。あ、惜しいよ、ナイバチだよ。うわ、うまい、足速っ。頑張れ、出ろ、なんとかすれ、うまい、お任せ。どうせ言うこと聞かないんだもん。よくやった。行ってみますか、レベル7。ナイスラン、トバイ。コンパクト。さあ2球目は何か、決まってストライク、打てる気がしねえな。2ストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。
よしよし、頑張れ頑張れ。ファウルになります。いけ、何だ。お、いいんじゃない。ホームに送球する。チャンスを広げていく。すげえ汚い子でってゲップ出そうださ。いや今ね炭酸飲料飲んでてさ、ドデカミンを飲んでたんだけど、ね、カフェイン2倍の。すげえゲップ出そうだよ。あと思い切って振ってきました。ワンボール2ストライク。空振り三振。前にボールを飛ばせません。ゲップでいっぱいいっぱいになってたけど、ここが勝負だ、使ってもよかったかもね。お任せでいいのかな。なんか結構指示出したがりだと思うんだよね俺はね。よしよし頑張って。危ない。よし、エースすごいね。さすがエースだね。いい働きするね。どんまい。お任せ。これはねちょっとこのイニングで点取っちゃえば3回山口を抑えて終われると思うんだよね。点取りに行くべ、うん、と言ってもな。長打を狙い、変化球、長打だな。あーダメだ。走れ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 。よっしゃやったぜ。ダイソー誰かいない。いるじゃん。守備とか全然考えてないからね。これは盗塁でしょう。等倍速にして盗塁いきます。まず何を投げてくる。グレート、完璧。キャッチャー二塁送球する。よし、どうしよっかな。ああもうあれか、加藤岡にあれは使えないのか。あのここが勝負だね、使えないの。コンパクト、低め、外れた。点取りたいですね。あと入らない。次が4球目、大きく外れました。1球待ちましょう。これが5球目。外低め決まってストライク。あ、間違えた、コンパクト間違えた。さあバッテリーは見逃し三振。誰かいない。 OK、 釣ろうかね。ここが勝負を使います。ここで声をかけました。あんま期待値高くないよね、2015のここが勝負だわ。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。ボールになります。変化球打った、取った、アウト。これはうん。直球、頑張れエース。エース簡単に終わっちゃった。もうショートできるでしょ、やってくれそのまま。倍速、あ、お任せで。あ、そう、スロースターター取れたね。すごいわ、ダルビッシュみたいな。うん、ダルビッシュにしか見えないな。いや、見えないけどさ。全然ダルビッシュに見えないけどさ、11番だしさ。右利きだしさ。よし、どうしよう、レベル高いのいきますか。変化球、
ていうかあれだよね、向こうここがシュバラ残してっから延長入ったら使われちゃうかもしんないよね。おお茶よし、ダイソー、うん、いいべ。いや待てよ、盗塁に盗塁にどうなんだろう、どっちのが成功率高いんだろう。走力 B 何もなしと走力 C 盗塁プラス2だったらプラス2だよな、やっぱり特殊能力だもんね、盗塁が上手い人なんだよ、だからいけるよきっと多分。ということで盗塁、盗倍速盗塁、あ、いったいったいった、大丈夫大丈夫、よしさよならと行こうぜ。変化球狙え、次が2球目、あー敬遠ですね。あ、そうですか、しませんね、倍速します。はい、キャッチャー立ち上がって大きく外しています。まあしょうがないでしょうね。はい、そうですね、ね、4番なめんなよ、ナニータを。直球だな、直球狙いだな。これが1球目、積極的に振っていきます、ボールになります。頑張れファイト、頑張れファイト、おお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 、何言った、いいね、やりました、うちのダルビッシュがやってくれました。おう、まあまず監督からよりね、なんでだから監督の采配ポイントを上げなきゃだから。お、覚醒レベル1、この N が S になることはないのかな、同じカードを合体させたりとかそういうことになってくるのかな。はい、やりましたということで、とりあえず決勝進出ということで、いやー山口がねここまですごいと思ってなかったんだよ。うん、いやまあ一回登板とかさせてはいるけど遠征中にね、ただまあ大会でここまでやってくれんだったらまあ決勝を残しといてもよかったのかなと。決勝岸田って手もあるはあるよね、全然あるよね。うん、まあなんとか決勝も勝ちましょう。うん、はい、ということで、今回はここで終わろうかなと思います。次の動画ちょっといつになるか分かんないんですけど、ごめんね、なんかねちょっとこう感覚空いちゃって、どうしてもそのメインでやってる企画を優先的に取って時間そっちに割いちゃってるんで、はい、まあのんびりやっていきましょう。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。